ファウストバーサスヒューゴ。初戦からヒューゴ五分五夜。ファウスト選手はロイヤルジャイアントでしょう。最後までこのデッキを残しておくか、最初に使うか、人によってなんか差が出てきそうですね。セオリー的に言えばこういうスケートアッシュなど その明確なアンチカードがあるデッキは、ね、最後まで残しておくのがおそらくデッキピックとしてはやりやすい方法ではあるんですが、そこね、裏をついていくようなこのヒューゴ選手のデッキピック。来ました、ファウストロイヤルジャイアント。ヒューゴも仕掛けるスケルトンラッシュ。タワーの右に溜まっているスケルトン、ああでもいい、綺麗に決まった LSP。いや、それでも入るか。1500、残り時間は30秒。ヒューゴ選手は右サイドの攻めに対して備えるフェニックスにアウトロー。いや、残ったフェニックス強い。卵を処理、再び五分五夜。ヒューゴ選手のカードの切り方的に落ち着いて安全にまずは守りから入ろうというね、戦略見えるが、ここでアウトローにスケルトラッシュ。手前に LSP、アウトロボーイが残ってるが、トリトン。162スケルトンラッシュのダメージ、ほぼほぼ完封をしていかないと苦しくなってくるファウスト。あ、これスケートキング引っ張らせてスケルトンラッシュ。玉竹がスケキに行っていいので、ここはスケラダメージ抑えなければいけませんが、どうだ、うまく守れている。ガールの削りが入って、これポイズン、うおー、圏内取ったのはヒューゴ。追い詰められたファウスト選手。今度はヒューゴザッピー、マイティディガーにリセットをかけることができる。しっかりここは墓石も使っての防衛。
残ったトリトに対して縦の戦士、ザッピを守る文句、カルマリフレクション。あーでもこれザッピー残お、バーストエスケープ、ウッド回せて抑えたダメージ、ファウスト、残り時間50秒、ここでサイド変えていく、ファウスト左サイドにマスケット重視、マイティを乗せて左に攻めるんだよと猛アピール、左行くから右来るなと。ディガープラスポイズン、ここでウォールブレイカー追加、ザピターゲットはディガーに向いた、その隙にウォールブレイカーが2発、1発2発まくったファウスト、再び左サイドプレッシャー、オールブレイカーに足は墓石がある、ハウスト選手再びボムタワーを使ってここは受ける構えはできていますが、ファイアボール、ロエージョに一発があればここボムタワーを破壊ができそうです。ダメージ抑えたファウスト、再びディガー展開、今度は裏、さっきと同じ攻め、ウォールブレイカー、アタックはファイアボールを抑えます、989。95、後ろからのロイヤルジャイアントでなんとかこのボムタワーを突破したい。スペルがファイアーボールなのですぐにボムタワーを破壊することはできません。なんとかうまくね、このあでも文句のカルマリフレクション、ここはマスケット樹脂に対して使っていきます。カルマは使用済みなので、うーん、再び後ろからその隙に削りを見せる左サイド、3倍、おっとマスケのダメージが入って643、ダブルロイヤルジャイアント、もうここからは数で押していく、もうこのカルマリフレクション、ダブルロイジャイ、ボムタを破壊、ダブルのマザーネクロターゲット、トリプルロイヤルジャイアント、あれれれれ、おいおい、トリプルで落としきるか、ヒューゴまくった、ヒューゴまさか、え、ずっとロイジャイ通らなかったのに。